ハドロサウルス科は中世大白亜紀の北半球に繁栄した恐竜の分類群である。長万目長脚亜目に属し、分類学においてはトガの階級が与えられている。カモの端恐竜、カモシ竜としても知られ、カモのように長く平たい興奮部が特徴的な装飾恐竜が属する。ハドロサウルス科は北、アメリカで認識された最初の恐竜のトガであり、 その起源は1855年から1856年に発見された数本の葉の化石に基づきジョゼフ・フライディが創設したトラコドンとテスペシウスの各族に遡ることができる。その一つの種はトラコドン・ミラビリスと命名された。現在ではトラコドン族は角竜類を含む混ざり物の族であり有効でないと考えられている。これらの葉は アマチュア化石収集家のウィリアム・パーカー・フォークにちなんで、ライデが命名したハドロサウルス・フォールキーと関連付けられた。多くの歯が見つけられるにつれてさらに多くの族が設立される結果になった。次に見つかったハドロサウルス科の化石は、エドワード・ドリンカー・コープによって1883年に発掘され、リクロニウス・ミラビリスと命名された。コープは、 トラコドンミラビリスに賛成しており、不正確にも自身の発見した恐竜にこの使命を採用した。俗名は、ライディがすでにトラコドンの有効性を放棄していたために、コープ自身が他の恐竜の断片的な化石に基づいて創設したが、もはや誰も使用していなかったディクロニュースを当てた。しかし、トラコドン族は他の定義が明確でない俗名とともに広く使用され、 コープがディクロニウス・ミラビリスと名付けた標本はアメリカ自然種博物館にトラコドン類の恐竜とラベルされて展示された。それゆえカモノハシ恐竜の戸川トラコドン科と名付けられた。非常に保存状態の良い完全なハドロサウルス科の標本は1908年に化石収集家のチャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグとその息子たちによって ワイオミング州のコンバース群で発見された。この標本はトラコドンのミイラとして知られている。皮膚はいくらかの筋肉とともにほぼ完全な形で保存されており、1912年にヘンリー・フェアフィールド、オズボーンによって分析された。スタンバーグはコープとオスニエル・チャールズ・マーシュとの有名な新命名競争においてはコープ人映画の人物であり、 この発見は化石戦争においては、コープの勝利となった。ローレンス・エムランベは、カナダ、アルバータ州エドモントン類層での発見から1917年に、エドモントサウルス属を創設した。ハドロサウルス科の分類は混乱していたが、1942年に、リチャード・スワンルルとネルダ・ライトによる、アナトサウルス、アナトサウルス、 カモノトカゲ族の提案で整理され、アンにあるコープの有名な標本は、アナトサウルスコペーになった。しかし1975年に、アナトサウルス族は、エドモントサウルス族に移された。アナトサウルス族の模式種の A アンネクテンスが、エドモントサウルス族の模式種であるインレガリスに、あまりにもよく似ていたために族としては、同じとされ、エドモントサウルス族の方が先に創設されていたためで、ある。 アナトサウルスの最初の標本はおそらく若い、エドモントサウルスのものである。ところが、アンニの標本の骨格はこれらとは特徴が大きく異なるため、別のアナトティタンとして知られるようになった。口の奥に無数の小さな歯が並ぶデンタルバッテリー構造を持つ。歯は前から順にすり減るとともに、後ろから次々と生えてくる。これで硬い歯をすり潰すことができる。 幼児期や緊急時は二足歩行であるが、平常時は四足歩行で、ゆっくりと移動していたことが、足跡の化石から推定されている。死種などの構造は祖先であるイグアノドン類に似るが、親指のスパイクはない。以前は手足に水かきを持ち、潜水を行うと考えられていたが、エドモントサウルスなどのミイラ化石から水かきではなく、肉質のクッションであることがわかり、 むしろ内陸地に生息していたと見られる。パラサウロロフスなどのランベオサウルス赤の種には頭部に中空状のトサカがあり、以前は蒸気の水かきとの類水から潜水用のシュノーケルではないかと考えられたが、現在は否定されている。用途は匂いをよく嗅ぐためや共鳴させて大きな声を発するため等の様々な説が出されており、有力なものもあるが、決定的ではない。 発達したくちばしとデンタルバッテリーによってもたらされた、爬虫類にしては特異的な顎のおかげで、ハドロサウルス科は多様な植物を効率よく餌とすることができた。もっとも、彼らは完全な菜食主義だったわけではないらしく、甲殻類を食べたと思われる痕跡も見つかっている。これに似た行動は、原生の草食性の蝶類にも確認されており、繁殖期の行動と思われる。 アゴの研究によると、ハドロサウルス科とケラトプス科は、アンキロサウルス類よりもアゴの力が強かったことが判明している。これは、前者二種と後者の植生が明確に異なることを示しており、一方で、前者二種も対抗や口先の形状に大きな差があった。かつてエドモントサウルスは、北極圏を群れで往復する大規模で長距離の渡りを行っていたと考えられていたが、 小林カイジラの研究で否定された。その一方で、ハドロサウルス科は日常的に群れていた可能性が高く、それはティラノサウルス科などの捕食者から身を守るためであったとされている。ハドロサウルス科はティラノサウルスやドロマイオサウルスのような共存する肉食動物にとって大切な獲物だっただけでなく、全中上の寄生虫の宿主でもあったと考えられている。 化石としては、白亜紀後期から知られるが、系統としては、イグアノドンや、近縁のオーラノサウルスとの関係から、白亜紀前期に出現していたと考えられる。絶滅時期は、ティラノサウルス科やトリケラトップスと共に、白亜紀最後で、ケーティー会のすぐ下の地層からも化石が、発見される数少ないグループの一つである。東アジア、北、アメリカで、発見例が多い。 近年、初期の種がヨーロッパから発見された。また、クリトサウルスとされる化石が南アメリカからも発見されている。もともとユーラシアが起源で進化した後に一部の種がベーィング立教を渡って北アメリカに移住したと考えられる。また、南アメリカの種は南アメリカ大陸がゴンドワナ大陸から分離して島大陸になった後、一時的に 北アメリカ大陸と繋がった際に移住したものとされ、大陸移動の過程を考える際の重要な資料でもある。角流類で同様の生息パターンが見られる。中空上のトサカを持つランベオサウルスアカとトサカを持たないか、もしくは中空でないトサカを持つハドロサウルスアカの二つに対別される。その他、テルマトサウルスのような原始的な種はどちらにも属さないとされる。 コミューイーソリス、ありがとうございます。